もう始まってる感じでいいんじゃない？いいよ。いいよ。皆さんこんにちは。ケミシチャンネルのロレッタと三本塾チャンネルのアッキーでーす。はーい、お久しぶりでーす。お久しぶり？まあ動画的にはもう多分その NEXT になると思うんだけど。あ、本当に？うん、そうそうそう。いつもね、時間のギャップが。だけど今回はちゃんとやります。はい。ちゃんとあれだもんね、前のビデオハロウィーンのところカットしてた。カットしました。カットさせていただきました。ありがとうございます。ということで、今日は改めまして、カジュアル雑談トークコーナーです。カジュアル、カジュアル。今日は日本語だけど、話しながらちゃんと、おやつがあります。紅茶飲んでるでしょ、はい、じゃあ紅茶に合う美味しい日本のスナックがあります。はい、ありがとうございます。箱、日本人からすると箱っていうのはもう箱ですね。もう箱って書いてある箱ですね。地元の味とか地元のおやつとか、うん、いろんな美味しいものが入ってて、ちょっと何が入ってるかちょっと見ててください。見てみましょうか。なんか知ってる、日本人からすると結構知ってるものが多いですね。これ熊本のおせんべいなんですけど、ね、これ美味しい。私の親戚は熊本なので。あ、そう。そうです。私これ前回食べたんだけどすごい美味しい。そう、熊本の。今からウニ食べますか。ウニか。あ、でもなんかいっぱい入ってるね。本当に枝豆せんべいとかあるよ。すごい。このボックスが Seasons of Japan っていうものだけど、うん、初心者向けの初めてのボックス、うん、で登録するとまた別のネタが変わってくるんだけど。あ、中身がね。そう、だけど、うん、秋先生はまだ食べてないから、うん、同じことをちょっと味わってもらうっていうことになったんだけど、はい、毎月違うテーマのボックスが届きますっていうのがボックスです。ちょっと treat yourself っていう意味で、海外からも日本の味もできるようなボックスがあるから 10% オフの割引もありますけど、視聴者の皆さんへのキューポンもありますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。日本人は懐かしいけど、でもやっぱりなんかアメリカ人からするとあんまりこう新鮮な感じ、新鮮な感じがね、珍しい感じがしますよね。こんなのないですよね、こんな。全くないですよ。マジで開かない。I don't believe it. それはそれはそれはできるよ。うん、うん、うん、これ美味しいわ。めっちゃすだち。どういうところから始めればいいのかっていうのが質問でした。あ、それね、本当にね、思う。なんか英語で話すときって、はい、まあ、みんなじゃないけど、なんか最初に Here's a funny story みたいな言いません？うん、言わないかな、あんまり。But hold up, hold up. Let me tell you. I've got a funny story. あ、そう、そんな感じ。みたいな。それね、日本人結構好きじゃないと思う。あ、そう。最初に面白い話あるよって言うと、すごいハードルが上がる。そう、よっぽど面白い話じゃないと、そのハードルを超えないじゃん。あ、じゃあどうやってスタートするの？いや、もう何も言わないで普通に、いや、この間さ、みたいな。この間こういうことがあったんだよね、みたいな。本当にさーっていう言葉が大事だと思う。で、俺さ、最近さ、うん、そうだね、この間変なことあったんだけどさ、みたいな。そうだね、話を始めるときにさーって何がありました？あ、そうだね、じゃあ例えば去年、一昨年インドに仕事に行ったんですけど、うんうんうん、まあ確かに、でもインド初めて行ったのでいろいろ面白いことありましたね。なんか例えば、まあ、一番ベタですけど、めちゃくちゃお腹を壊しましたね。まあみんなね、インド行ったらお腹壊すよっていう話は聞いてたんだけど、いや、なんか大丈夫だろうなと思って行ったんだけど。何でも食べれるでしょ。あ、そう、何でも食べられるし、辛いものも。あ、まあでも大丈夫かな。で、なんか私の場合はインド行く前に他の国いろいろ行ってるんで、うんうんうん、その東南アジアとかも行ったことあるので、で結構体丈夫だと思ったんですよ。どこの国の何を食べてもどこに行っても結構大丈夫だったんですよ。だけど？だけどインドは本当にダメだった。ご飯は美味しいし食べられるけど、うんうん、もうお腹痛すぎて。なんで？いや、なんかね、わかんない。辛さ？スパイス？あとで人に聞いたら、まあ、辛さか慣れてないスパイスか、あとはその衛生、
状態かどれかかなって言われた。あとは水かもしれないって言われて、本当に仕事で行ったんだけど一日本当に仕事休んで、え、ちょっと待って、その一日は なんかごめんねごめんね便秘みたいな。いや、そう、お腹壊したって言った。そういうふうに言った。そう言った。でその日は本当に朝から夜まで一日中トイレに。マジで？本当に本当にマジで？マジで。そのマネージャーみたいな人に電話して、はい、いや、すいません、ちょっとお腹の調子が悪いんですけど今日休みます本当それだけ何が聞きたいの？いや、それ本当その風に言ってもいいのかっていう風に。ああ、大丈夫だと思いますよ。ちょっと今日お腹の調子が悪いんですけど。お腹の調子、便秘じゃない。あ、なんかそうだね、あんまなんか具体的な言い方ってしないかもね。便秘とか下痢とかちょっと汚いからあんまりそういう言い方しなくて、そのお腹の調子がちょっと悪いんですけどみたいな。私もだって下痢って言いたくないもんお腹壊した時、今日下痢なんですけどって言いたくない。ごめんね、今日下痢だけど今トイレいやー、それちょっと上司には言えないあとなんか風邪っぽい時も、うんうん、まだ病院行ってないからなんかその風邪か何かわからないじゃないですか、うんうんうん、そういう時もだいたいちょっと今日体調が悪いんですけどって言ったら大丈夫。具体的にはなんか言わなくてもいい。大事。メモします。例えば好きな言葉あるんじゃないですか、うん、英語の好きな言葉、はいはいはい、日本の好きな言葉、うん、なんか今年はこれが好き、今週はこれが好きとかめっちゃあって、で一番多分大学時代に一番好きだったのが一生懸命とか精一杯、一生懸命精一杯っていう言葉がめっちゃ好きだったはい、はい、なぜか私の友達がなんかロレッタって最近ねあんまり元気ないねっていう風に話しかけてて、話しかけられて、だけどさ宿題も大変だしなんか大変だよ、私こうやってなぜか膝持って、あ、いや大変だよ私、はい、毎日仕事やっててバイトもしてるじゃん、でこうやってやったら、いやだって本当私精一杯なんですよって言ったら、その途端女の人だったよ精一杯なんですよってブーンって出てきましたよ、はいはいはい、っていうすごい恥ずかしい話があるんだけど慰めてる時にね、で日本語で自分の本音を伝えようとしたらおならってなっちゃいましたちょうどいいんじゃない、それで元気になったんじゃない元気になったのとかもう解決する、それで精一杯ブーって精一杯ブーって精一杯おならしましたって餅食べよう。うん、懐かしい。懐かしい？これも懐かしい。懐かしい。ああ。なんか喧嘩ないんですか私たちの中で。ムカついてるのじゃないってかもう時々言われるんだけど。俺が？うん。いやないですよ。あ、そう。何に？だってめっちゃ片方的じゃない？全然普通だって海外っていうかあのホームチャンの友達みんな全然連絡取れないんだけど大丈夫っていうのがすごく喧嘩になるんだけど、そうならない、いや全然ならない、よかったいやもちろんなんかこっちが送って毎回無視されたりとかしたらえって思うけどそれはないじゃないですか。じゃあ本当に喧嘩になるときはなんかないですか、私に本当に言いたいこととか。私にはない。本当？ない。本当？いいよ本音出して。いやロレッタさんだけじゃなくて友達と喧嘩することがねないあんまり。マジで？ない。まあ偏見っぽいかもしれないけどなんか女の子同士の方がちょっと人間関係とかで悩んでる人多い気がする。あるね。それこそさっきのなんか連絡したのに帰ってこないとかなんか。まあ、学生だったら、まあ、学校でみんな会うけど、うん、なんか他の子とばっかり遊んでて私と遊んでくれないみたいな。それはあれめっちゃあるなんかそういうのはありそう。あるあるめっちゃある。なんかどうやって売るっていうか喧嘩を喧嘩したいの喧嘩したくはないけどなんだろう、うん、自分の思っていることをちゃんと伝えたい。あ、喧嘩になっても、なるほどね、あ、なっても伝えたい。なるほどね。じゃあね、やりましょうこれはやりましょう喧嘩しましょう。ロレッタさ、ちょっとさ、たまにはさ、片付けてくれない？したじゃん。いや、してないじゃん。したじゃん、それ私じゃないよ。いやいやいや、これだって自分で全部出したじゃん。違う、アッキーのために全部これ開けたじゃん。うん、これプレゼントじゃん。なんまあ、じゃあプレゼントは嬉しいけど。プレゼントじゃん。まあ、プレゼントは嬉しいよ。プレゼントはありがたくもらうけど、いつも片付けないじゃん。いつもの話、今日の話でしょ。
今の今日のゴミこれでしょ。はい。アキちゃんじゃない。うん。関係ないでしょ私。関係なくないよ。じゃあいいよ。今日は俺が片付けるから、じゃあちょっともうちょっといつもちゃんと片付けるようにしてもらっていい。なんで今更言うの。あ、ごめんね、なんかちょっと溜まっちゃったから。すごいムカつくんだけど今のタイミングで。私どんだけ忙しいだと思ってんの。え、まあ、いや、それはまあ俺も忙しいし。ちょっと待って、なんか毎日毎日頑張って夜遅く帰ったりするじゃん私。そうだね。で帰ってきて、お前掃除しなさいっていう、それだけは聞きたくないんだけど。いや、でもそれは俺も同じじゃん。俺も働いてね、いつも忙しくて帰ってきて、まあいつも掃除してるわけだから、まあ、そこはまあ半分半分でやってもいいのかなとは思うけどね。いや、お皿洗いはやってるの私は。あ、そうだね。まあでも俺も皿洗いやってるからね。だって冷蔵庫ちゃんと半分半々してるじゃん私が。そんなん当たり前じゃん。なんだかゴールはどこか。すっごい聞き分けが悪い人だけど。まあでも今のめちゃくちゃリアルだもん。まあ、あるよね。あるあるある。そう、だから喧嘩になるのってやっぱり難しい。いや、なんかやっぱ片付けてくれないとか、これしてくれないって言ってノーって言われた時ですよね、がやっぱりこうやって喧嘩になる。 やって、いや、やらないってなった時はもう喧嘩ですよね。だって自分が悪いと思ってたら俺ごめんって言っちゃうもん。あ、そういう性格。そういう性格、もちろんもちろん。本当に意見が合わない時ってなんかあんまりないんだよね。じゃあ例えば職場がいい。うん、職場だったらめっちゃ喧嘩する。同僚だったら一回上司に相談しますね。どういう風に。上司をちょっといいですかって言って呼び出して、最近ちょっと山田さんなんですけど、あんまりちょっと集中して仕事やってるようには見えなくて、なんか私の方にばっかり仕事が回ってくるんですけど、まあ、ちょっと一回お話ししていただいてもよろしいですかみたいな。みたいな、まあ、責めてるんじゃないですか山田さんに。あ、もちろん。いや、それはもちろん。もちろん責めてますよ。直接的に言うと、あいつ全然仕事してねえぞっていうことはもちろん責めてますよ。でもやっぱり喧嘩したくないから、うんうんうん、一回ちょっと上司とその山田さんで平和にちょっと解決できないかっていうのをトライしてみる。でその後どうなります。でもその後展開どうなります。会社の食堂でこの間上司話してきたんだけど、うん、なんかあんまり仕事してるように見えないっていうふうに言われてて、あ、なんかあれ何なんですか。あ、もう突っかかってくる、喧嘩してくる。そう、あれ何なんですか。ああ、そう、聞いちゃった。いや、でも仕事してないよね。って言うんだ。言う。そこはもう直接言われちゃったらもう喧嘩する。うん、いや、だって全然やってないじゃんみたいな。まあ、日本の文化的に言うと、その上司は私の名前を多分言わないと思う、山田さん。あ、もっと平和に解決。そこまでならない。うん、ならないと思う。なるほど。そこでもしアッキーさんがこうやって言ってたんですけどって言ったら、その上司は結構アホだと思う。だよね、だよね。そうそうそう、それはもう人間関係はもうアホ。そうそう、何のために俺が上司に相談したんだよっていう。意味ないでしょ。意味ない、意味ない。なるほど。あと、なんかもうめちゃくちゃリアルな、まあ、私の経験談でいくと、うんうん、私は学校で働いてるので、うんうん、私は学校の、その教育の面でここをもっとこうしたいとか良くしたいっていう意見を出すじゃないですか。はいはい。そうすると学校のジムの運営してる人とかは、はいはい、なんかお金がないとか、面倒くさいとか、そういうことをこう返してくるわけですよ。そうすると結構そこ、喧嘩。私もありますよ。喧嘩とか。いや、すいません、ちょっと授業のここをちょっとこうしたいんですけど、どうですか、いいですかねって言って、いや、ちょっとそれはお金かかるんじゃないですかみたいな。いや、でも、いや、そんなお金、まあ、もちろんかかりますけど、そんなにはかからないと思いますし、うん、まあ、別にそれでね、学校が潰れるとかいうことでもないと思うので、どうですか、検討してもらえませんかみたいな。検討してもらえませんかっていうのがいいですね。うん、そうですね。さっきのみたいに、ちょっと無理なことを言われた時にどうするかっていうのは、うんうん、結構国とか、まあ、人によって違うかなって思ってて。人によって違うと思う。人によって違いますよね。でもそれを例えば無理なこと言われた時にノーって言えない人とかが、まあ、こう無料で残業しちゃったりとか、なんか家に仕事持って帰っちゃったりとか、うん、まあ、それこそめっちゃストレス溜まっちゃったりとかすると思うんですけど、ノーって言える人はそこでちゃんとノーって言って、じゃあどうしようかってこう解決していくんだけど、私はノー言えないタイプ。へ、言いたいけど言えない、はいはい、だからちょっと確認します
っていつも言う、ちょっと確認します。で整理してまた話します。あ、時間かかるけどちょっと確認しますっていつも言っちゃう日本語。そうなんですね。ダメ？いやダメじゃないですけど、私は正反対です。私はもうすぐノーってすぐノーって言っちゃうタイプいやそれはちょっと無理です無理そう行けそうだったら頑張るけど、もう明らかに絶対これもうそんなこと無理だろっていうのはもう絶対やらないです。丁寧なのは、いやそれはちょっと厳しいですねみたいな、これをじゃあ今日中にやってくださいみたいな、いやちょっともうあと3時間しかないですし今日は厳しいんじゃないでしょうかねって言いますかなり柔らかい、柔らかいノーじゃないから、ね、いやちょっと今日はちょ厳しいじゃないですかね性格が出ますね。性格、私の、いやみんななんかすごい嫌な人いやならない、なんかさっきの喧嘩のロールプレイもなんかリアルすぎて嫌な感じのやつ。私、いや2人ともちょっと別の話なんだけど、私の本当に日本人と喧嘩した経験の話なんだけど、まあ一つ大きいファイトがあって、あの日本人の友達と私と、はい、とりあえずその本当に何を喧嘩したか覚えてないんだけど、とりあえず大喧嘩、結構まあ大したものにはなったんですけど、うん、だってお前がブルルやってるんじゃないですか、いやー俺がブルル やってないですよとかなって、で私が横から、いやちなみに本当はこうですよって言ったら、うん、部外者は口出すな。あ、なるほどね。ってすぐ言われた、はいはいはい、なんかすごい痛いその言葉は一生忘れない言葉はいはい、はい、なんかそう本当に怒ってる人ってそうなりますよね、お前は関係ないだろみたいな。別の人で、うん、いやもっとこうした方がいいんじゃないですかと私がなんか勝手に言ったアドバイスなんだけど、大きなお世話、あそういう人もいますね。それを大きなお世話って、えドン引きと思ったんだけどはいはいはい、はい、なんかそういう時はどう言えばいいんですか、 何も言わない方がいいんですかね。多分大きく分けて2パターンあって、一つはもうあの、まあ、自分は傷ついたけどもう何も言わないパターン、うん、あうんそうだねみたいな、あごめんねみたいなで終わり。もう一個はもう喧嘩に持っていくパターンいやいやいやお前のために言ってるんだろみたいないやいやそう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 、どっちかだと思いますよ多分大体。その最初の喧嘩のお前は、あ違う、部外者は黙ってろのパターンはなんかいいと思いますよ。なんか今多分すごく怒っててなんかこういう感じだから、うん、ちょっと後で落ち着いた時に話すっていうのは昨日のことなんだけどさみたいな、うん、さあさあ昨日のことなんだけどさ、もうちょっと一回考え直した方がいいんじゃないみたいな。なんか何も言えなかった、本当に日本語が足りなくて、うーんと思った、はいはい、リアルの日本語が来たのにうーっと思ったまあそうですよね、耐えられない。あとなんか個人的には一個、まあ、テクニックとしてはこう最初味方になってあげる、うん、例えばじゃあ A さんと B さんが喧嘩してて、はい、で後で A さんと話すときは、いやあのちょっと B さんのあそこ良くないよねみたいな、こっちの味方になってあげて最初ね、最初いやあの喧嘩あれはちょっと言い過ぎだよねとか、あれはひどかったよねとかって言って味方になって、うんうんうん、でちょっと話していく中で、いやでもお前もちょっとあれ考え直した方がいいんじゃないのみたいな。じゃあそれは喧嘩なんだけど長くなりますけど、うん、その反対に悩みとか相談とか、うん、コロナ時期の今、うん、ですごく最近例えば職場とか友達の中でなんかロレッタって最近あんまり元気ないねとよく言われる、元気ないねどうしたの、本当に精一杯でしょだけどその答えはなんで説明してあげればいいじゃん。いやなんか一気には説明できない今思ってること。そりゃそうだけどさなんか元気ないねっていうのがもう1年間の苦労全部溜まってますよって、なんか質問はありがたいんだけど、なんか例えば職場だとなんか挨拶としておお疲れっす、なんか元気ないねどうしたのっていうのなかなか言えないんじゃないですかそこで。俺言っちゃういやでもだって去年ってさあの政治的にこうなって、あとそのブラックライズマーターの黒人の死としてこうなったんだけど、でその後両親はどう本当に喧嘩なのかなって思って、だってアメリカの医療制度なんてないんだもんってなるほど、ね、いきなりもう1秒でできないあいつじゃないですか。わかります。あそしたら私だったら、いやちょっといろいろあったんですよみたいなって言いますだけで、じゃあ今度飲みに行きましょうよみたいな、うん、
そう。行けないじゃん今年。いやいや、まあ、まあ別にじゃあ今度ズームコール行きましょう。見に行かなくてもまあね、お昼ご飯一緒に食べましょうよとか、うん、まあ後でちょっと電話してもいいですかとか、うん、本当に話したいことがいっぱいあったらそうやってこう次に持っていきますよね。いやちょっといろいろあって今落ち込んでるんですよ、ちょっと後で電話してもいいですかみたいな、うん、それいいかも、うん、これ便利だと思う。なんか後でっていうキーワードはいいと思う。見てる人からの質問でなんかそのリアルな話ができない、深い話ができないっていうのは、うんうん、まあでも気持ちはねすごくわかるんですよ、うん、なのであのね人を選んだ方がいいと思います。あ、やっぱりあんまりこう深い話をしたくないっていう人とか、まあ政治の話とかそういうの興味ないっていう人もいるので、そういう人に話しちゃうのはちょっとやっぱり危ないですよね。だから人は選んだ方がいいかも。あ、ね、私は結構フランクだしいろんなことに興味があるから割と何でも大丈夫だけど、そうそう、でも本当になんか日本の政治、海外の政治も何も知らないし興味もないし、なんかそういう話をされてもなんか面白くないっていう人もいるから、別に日本語英語の問題じゃなくて人間の問題だと思う。そう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 、だってアメリカだと政治的な話を巻き込むな、うん、みたいな、そういうふうに言う人めっちゃいるんじゃない、ね、スポーツとかメディアとかまさに YouTube とかで、うん、そういるんじゃないですか。だからなんだろう、そうだね、人を選んだ方がいい。そう、選んだ方がいいと思います。なんか日本人は深い話ができないとかいうなんかその決めつけないで、うん、このちゃんと個人を見た方がいいと思います。なんかそのお昼ご飯とかそのジムもそうだけど、なんかやっぱそのプライベートな時間を、誰かとのねプライベートな時間を作るっていうのは結構大事かも。そうだね、例えば、まあ、なんか同僚とかでその人と話したいって思った時に、会社ではこう一緒にはいるけどでもなんかそれってプライベートな空間じゃないんですよ。やっぱり会社仕事なんですよね。なのでその会社からちょっと離れたところで2人だけのプライベートスペースを作るといろいろ話せる気はしますね。お昼ご飯でもジムでも居酒屋でも何でも何でもいいですよ。そうまず誘ってみるところから。ディリリリ、うん、めっちゃ抹茶。 No そういう時脱水って言わないと。うん、美味しい。美味しいでしょ。アップルパイ甘いだよ。青森、青森のリンゴ美味しいよ。うん、最近大変だったんじゃないですか。最近地震ですか。地震、うん、感じました。お風呂入ってた。本当マジでマジでめっちゃお風呂のお湯が揺れた。待って待って、あれツイッターのやつ見てた。お風呂が揺れたやつ。そうそうそう、あ、見たかも、うん、同じ。お風呂の地震やばいよ。同じ同じ同じマイクルジャクソンみたいな。あれ入ってたの。入ってた入ってた。でもやっぱりその時間だとお風呂に入ってる人めっちゃ多いんじゃないですか。でもちょっと遅かったよね、11時台ぐらいだった。うん、ちょっと遅めですね。ぐっすり寝てた。本当に長かったからちょっとお風呂どうしようかと思って出ようか。そのまま出た。出てない。裸のいやーって。でもあれがその後にもっと大きくなる可能性があるじゃないですか。ね、だからその時本当にどうしようかなと思って。裸で出るべきか。でもなんかお風呂とかトイレが一番安全っていう話もあるんですよね。部屋より小さいじゃないですか。だからその柱とか壁が周りにあるから丈夫みたいな話と、あと落ちてくるものがあんまりない、お風呂とかトイレ。そう、多分そう。そうね、まあ東京は大丈夫でしたね、とりあえず。あー、ちょっとダメです。父さんがそういう風に弾く、いつも。あ、本当に。だって適当に、いやこういう感じ、この気分で。そう、適当にしか弾けない。なんか曲はやっぱり楽譜がないとちょっと覚えてない。じゃあ、あれ、ギターを持ちながら一番好きな曲何ですか。一番好きな曲、日本の曲。じゃあ、日本の曲だったら、あ、でもラッドウィンプスとか好きです。ラッドウィンプス、はい。25個目の染色体とか。私はもともとフルートとかピクロだったけど、日本に来てから全くやってない。うるさいからできない。確かに。家の中とか、うん、なんかそういうの感じません？ギターがうるさいとか。あ、日本のやっぱマンションとかアパートはほぼダメですね。なんかみんな どうしてます？楽器とか。楽器今スタジオ行く。スタジオかスペーシー。
スペーシーもダメ。いや、スペーシーあるよ。楽器用のところはあるけどね。楽器ボックスある。このボックスじゃない。はい、楽器のチェックボックスは絶対ある。あるある。私もなんか学生でバンドやってる時とかは、やっぱいつもスタジオ。バンドやってた？バンドやってました。ね、ギター？ギターやってました。最近はでも、やっぱりその YouTube とかの影響が結構大きくて、うんうん、YouTube で流行ってるやつがすごい人気になったりとかして。人？あ、人もそう。最近だと夜遊びとか、あと最近はなんかうっせーわっていう曲とかすごい流行ってる。うっせーわ。そう、じゃあうるさいっていう意味。そういうこと。そう、うっせーわっていう曲。ああ、うっせーわって、うん、うるさいよ。そう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 。他に何かありますか？あ、なんか去年だったらエイトさんの香水とか。なんか香水はなんかどっかで見たような気がする。香水、いや、めちゃくちゃ流行ったじゃん去年。カラオケボックス行ってみないと。入ってる？入ってない？入ってると思いますよ。めっちゃ入ってる最近、ジョイサンドが。うん、あれも多分ね、インスタ、TikTok かな、 TikTok とかインスタグラムのなんかみんなビデオ作るじゃないですか、うんうん、ああいう音楽とかに使われててすごい流行ったりとかする。 YouTube のホームとかにやっぱなんか流れてこないですか、有名な流行ってる曲とか。全く見ません。YouTuber なのに。いや、ミュージックは 見ない。そうなんだ。結構海外の方が多い。あと動物、動物系。猫とかね。猫とか犬。確かに。ごめんね。見てるのが違うと、フォームが違うんですね。アグリズムが全然違う方向にも向いてるんだけど。確かに。そんな感じですかね。もっとギターを聴きたいんだけど。いや、ちょっと練習後で。誰とか。もう次の動画。次の動画でしないと。大人になってから全然弾いてないから、ちょっと練習が必要です。次の動画、油断しないと。はい、もっと練習してください。油断しそう。期待してますね。ということで、はい、ではちょっと長く日当たりも全然違うものにはなってきたんだけど、そう、ね、で今日はありがとうございました。 I'll see you next time.